の、今日はホーリーブリッジっていうパズルゲームで遊んでみるね。これって自動車が無事に向こう岸に渡れるように橋を作るのよね。無事っていうか、用意された部品を使えばどんな手を使ってもいいんだけどね。本物の橋じゃできないようなアクロバティックなものとかも OK ってことね。そう、一応チュートリアルがあるんだけど、これだけじゃ無理っていうか。行き詰まった時はどうするの？一応最初の画面で出てくる橋がヒントみたい。これもはや橋じゃないわよね。だよね。でも序盤にこんなの出ないと思う。それじゃあ気を取り直してチュートリアルをやっていきましょう。道路のアイコンをタップして設置していくのよね。うん、停線に沿ってドラッグすればいいだけ。できた。道路だけじゃ落ちちゃうから支えになる部品を設置していくの。三角形の点線が表示されたわ。骨組みを三角に組んでいくと強くなる。トラス構造って言うんだって。ああ、そういえば東京ゲートブリッジとかこのゲームで作る橋とそっくりよね。できた。そしたら車を走らせてみて。おう。このチュートリアル、わざと失敗する橋を作らせるの。まあ失敗例があった方が分かりやすいってことじゃない？お姉ちゃん優等生すぎ。もう一回やってみてよ。嘘でしょ？ねえ、実はこれも失敗例なのよ。私からかわれるの嫌い。ふふ、優等生の弱いところよね。う、原因は補強したパーツが四角形になっているところなの。ここの接続点を削除してみて。選択して削除と。次、他の三角形と同じ形になるように接続点を動かして。そう、ちょっと右へ。そう、最後につなげて。できた。もう一度やってみるわね。やった。おめでとうお姉ちゃん。じゃあさっきの要領で次の橋も作ってみて。できた。テストしてみるわ。おお、おめでとう。次はちょっと下り坂になってるからね。丈夫な素材を使えば重い車でも平気だけど、値段も上がっちゃうの。お、おお、さ、いよいよパズルマスターの私の番ね。頑張れ。大丈夫、たくさん成功例も用意してあるって。お姉ちゃん知ってたの？油圧系のチュートリアルを終えればもう実践あるのみ。80ステージの半分までクリアした塩の実力をどうぞご覧ください。Mountain
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してください。バイバイ。